皆さん、おはよう、こんにちは。合同つかみです。どうも、すいません。今日はね、バスケの試合の時、みんな覚えてるかな？ハーフタイムショーで合同はパフォーマンスしたんだけど、だからその映像を今日は見せる。で、そのライブ結構楽しかった。まあ、ライブ配信でちょっと話してたと思うんだけど、まあ、結構大きい試合だったから、なんかシドニーのチーム対ブリスベンのチームで、テレビにも出てた、その、クドスアリーナっていう会場だったんだけど、そこも当日1万人弱のお客さんも集まってたし、やっぱりこの大きい試合とかになると、あ、なんかみんなのプロ意識が高いんだよね。なんか日本の会社がやってるみたいな感じだった。オーストラリアで結構みんな雑感があるんだけど、バスケの試合は結構しっかりしとった。みんな、まあそれでもハプニングあったけど、当日のリハーサルもすぐにスムーズに終わらせることもできたし、そのゴードの待機室はもうめちゃくちゃ広くて、もう走り回れるぐらい広くて、シャワーとかもたくさんあってすごかった。でもまあ待機してる時に、なんか天井のある部分からなんかゴードの待機室に水が漏れてきて、そしてなんか4、5人ぐらいが来て、なんかあれ止めようとしたら、なんかもっとなんか水が降ってきて面白かった。そして結局ゴードの衣装はそのバスケの衣装着るだけってことになった。そしてハーフタイムにゴードはそのバスケットのコートの真ん中にバケツのセッティングして叩いたんだけど、なんか俺結構ドラムスティック回すじゃん、ホイホイホイみたいな。で、回してるのになんかカメラ、この分厚いカメラを持ってる2人がいて、めっちゃ近くまで来てた。なんか、おーおーみたいな、近く来て、なんかさ、俺、なんかドラムスティック投げてない時にカメラがめっちゃ近くになって、で、パフォーマンスの中で、ドラムスティック投げるとこになって、おーカメラがめっちゃ邪魔なんだけどみたいな感じだったけど、まあ無事に終わらせて、そしてその後になんかコートの横にまたセッティングして、それで音楽が流れて、それに合わせて叩くことになってたんだけど、ゴードで叩きながら、そのバスケの選手たちがまたコートに戻るっていう流れだったんだけど、イヤホンしとった。もらったイヤホンで音楽聴けるってことになったんだけど、でもその途中でなんかリハーサルと本番までの間にその音楽が流れるチャンネルが変わって、それはゴードのチャンネルも変えなくちゃいけないじゃんって機材の人が分からなくて、結局音楽に合わせることになったらゴードのイヤフォンに何も音楽なかった。でもちろん会場の音楽は聞こえるんだけど、でもそっちに合わせたら、ちょっとディレイがあるじゃん。1秒ぐらいに、まあ1秒もないけど、ちょっと音遅れていくじゃん。だからとりあえず、なんか、自分のイヤホンの音楽じゃなくて、会場からの漏れてくる音楽っぽかったんだけど、とりあえず合わせて叩こうと思ったんだけど、それでディレイが出て、ゴードは全然タイミング悪いように聞こえたかもしれない。それはハプニングで、まあ俺はあんま気にしてなかったけど、でもやっぱこういう叱りしなくちゃいけない会社、やっぱプロ意識高くて、後で待機室に戻ってその人が来て、機材のチャンネルのミスはうちのせいで、それは本当に謝ります、ごめんなさいみたいな、ちゃんと謝りに来た。でちゃんとそっちの責任でそっちのミスだってちゃんと認めてくれたからよかったねと思った。まあハプニングがあってほしかったわけじゃないけど、なんか そこちゃんと認めて謝ってくれるのはいいよなと思った。俺ハーフタイムだったからまだ後半の試合があって、もう仕事終わったからその会場に上がって試合見てた。で俺なんかバスケの試合ちゃんと見るのは初めてだった、生で。で、すごかった。面白かった。なんか試合だけじゃなくて、いろいろ面白かった。なんかすごい盛り上がる。なんか、シドニーのチームがポイント入れるたびにも、なんか、
火、炎がバーって片方から上がるし、ポイントとポイントの間になんかフォートナイトのダンスが流れて、バスケの試合見てる子供たちが必死にフォートナイトのダンスの真似して、あの大きい画面に映ったりするんで、すごい盛り上がってた。なんか楽しかった。そしてまたバスケの試合したいけど、まだ連絡は来てないから。また試合できるかどうかわからないけど、やりたいよね。そういう仕事は楽しい。それでは待機室の映像、どうぞ見てください。じゃあね。Cindy!